皆さんこんにちは、リスティ代表の松野です。今日はですね、僕が2020年、約半年から1年かけて、参加しているプログラムの、アクティブエイドプログラムについて、ご紹介をさせていただきたいと思っております。この動画をご覧いただいているということは、少なからず今現状に危機感を感じたりとか、今こういうコロナの時代ですし、やっぱりちょっと焦りとか不安を抱えている方っていうのが、多いんじゃないかなと思っております。で、僕的に、この動画をご覧いただきたい方というのは、いわゆる、体に携わるお仕事をされている、ボディーワーカーといわれる、職種をされているという方に、ぜひご覧いただきたいなと思っております。そして今ね、こうやってコロナウイルスがすごい猛威を振るっている中で、まあ、たとえ収束したとしても日本経済自体がしばらく落ち込むってことが予想されます。それに対して例えばアフターコロナと言われるコロナの後ですねの活動に対してすごく不安を抱えているという方、そしてね、さらに今後医療保険制度っていうのもどんどん厳しくなってくることが予想されてます。その中で他の院だったり他の同業種の方とかと比べてしっかり差別化を図りたい、本物の技術を身につけたい、しっかりエビデンスに基づいた知識というものを学びたい、でより高いレベルでお客様を満足させれるための人間力だったりコミュニケーション能力というものを学んでいきたい、いわゆる本物志向の方ですね。ぜひそういう方にご覧いただきたいなと思っております。で、アクティブエイドプログラムのご紹介をする前に、まず僕らが今、ボディーワーカーの方たちですね、が置かれている現状についてちょっと知っておかなければならないことがあるので、そのあたりを、アクティブエイドのこの事前説明会資料、で使った資料をもとに、説明させていただきます。これはね、2018年度のデータにはなるんですが、まあ、2017年に比べ僕らの例えばこういう整体業、整骨院、鍼灸、アーママッサージだったりとかリラクゼーション系の、施設ですねっていうのが1年間で約、ね、5700店舗ぐらい増加してるっていうふうに言われてます。そして今、全国的には、約13万6000店舗ぐらい、こういう業種の、施設があるというふうに、統計が出ています。まあ、13万6000ぐらいって言われてもあんまりパッとしないんですけども、ですね、分かりやすく言うとコンビニが今約5万7000店舗ぐらい全国であるっていうふうに統計が出てます。で、そのコンビニよりもはるかに多い数字、コンビニの約2倍以上あるって言えば、なんとなくイメージが分かるかなと思います。そして、今、ね、どんどんこのオリンピックをめどに、大手のスポーツジムだったりとか24時間フィットネスだったりとか、まあ、個人の方が経営されている、例えばマンションの椅子でやってるような、マイクロジムと言われる、形態だったりとか、病院と提携しているトレーニング施設っていうものだったりとか、いろんな、ね、フィットネス産業っていうのもどんどん増えてきてます。もともとは2020年のオリンピックをめどに大体飽和状態になるんじゃないかっていうふうに言われてたんですけども、まあ、オリンピックが延期したことによってもしかしたらもうちょっと増えるかもしれないですし、まあ、コロナの影響でもしかしたら少し減るかもしれない、まあ、ちょっと分からないところなんですが、ただもうある程度飽和状態に来ているということは間違いないと思います。で、そしてそれだけではなく、今もう本当にね、こういってコロナウイルスがこうどんどんこう拡大していく中で、皆さんもインスタグラムとかを見たら分かると思うんですけども、結構個人の方とかでも例えばこういう資格を持ってない、方たちの一般の方の中でも SNS 上を通じて、オンラインでのセッションだったりとか、健康情報だったり、ストレッチの情報だったりとか、エクササイズの紹介だったりとか、あるいはコスメの情報だったりとか、そういうものを個人で発信している方ってすごいいらっしゃいますよね。なのでそういう方も実際含めていくと、もうね、こういうボディーワーカーと言われる職種の方がどれぐらい今全国にいるか、もう見当もつかないぐらいの数が、いるっていうことになります。はい、ここまでの話を聞いて皆さんはどう今感じましたでしょうか。やりたいことを仕事にしたいとか、好きなことを仕事にして稼いでいきたいっていう気持ちも もちろん僕も分かります。ただ、それだけでは今後生き抜いていくことっていうのは正直難しいんじゃないかなっていうふうに感じてます。この動画をご覧いただいている人の中には もちろんそんなことは分かってるよと、
ただもう何をどこから始めていいかもわからないし、どう動いていいかもわからないし、どこから勉強していっていいかもわからないっていう方もいらっしゃるかもしれません。でもちろん僕自身も不安な気持ちっていうのは皆さんと一緒ですし、焦りを感じてないわけではないです。だからこそ今この時期にできる勉強っていうのを僕は一生懸命やってます。で今日はその中の勉強の中の一つのアクティブエイドプログラムっていうものについてご紹介させていただきたいと思っております。で少しでも何か皆さんのお役に立てたら嬉しいです。まずアクティブエイドプログラム、ちょっと略して AAP と呼ばせてください。 AAP が目指しているものというものですね。人間っていうのは誰しもこう痛みを抱えたりこう悩みを抱えたりすると動かなくなったりします。で動かなくなることでさらに悪くなっていき、さらに悪くなることでより動かなくなります。でそしてどん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 痛みが悪化していくっていう負のループにはまっていきます。でアクティブエイドプログラムでは、そういうネガティブな思考だったりネガティブな要素を持った人に対して、アクティブに例えばエクササイズを入れてあげたりとか、しっかりカウンセリングをしてあげたりとかっていうふうにして、その不安要素を取り除いていってさらに動ける体をちゃんと作っていきましょうっていうような、プログラムになっております。そして今ねこうやって現状をお話しさせてもらったんですけども、その中で僕らもやっぱり厳しい時代を生きていかなければいけません。でその中でトレーナーだったりセラピストに求められる能力で今後必要であろう能力っていうのがいくつかありまして、その中にまず1、まず確実に結果を出す能力ですね。そして2、データに基づいたちゃんとした知識。そして3つ、しっかりね人間力をしっかり相手に伝えれるような、コミュニケーション能力だったり人としての、器っていうものですね。今言った3つのようなことを徹底して学んでいき、それをしっかり現場で落とし込みをしていきます。そして落とし込みをすることで、クライアントだったりお客様が、やっぱりこの人じゃなきゃダメだなとか、この人に見てもらいたいっていうような、しっかり違いを見せつけることができる、そんなプロフェッショナルな集団を育成していくようなプログラムになっております。で、まあ、そんなアクティブエイドプログラムなんですが、まあ、もう全て話してしまうともう本当に僕これ撮影3回目なんですけど、めっちゃ長くなってしまったんでなるべくシンプルに話したいと思ってます。なので、たくさんおすすめポイントはあるんですが、僕がまあどうして受講したかっていうポイントも含めながら、まず5つ、おすすめポイントっていうのをご紹介したいと思ってます。まずその1、シンプルに講師がいい。その2、常に最新の知識だったり技術っていうものが、学ぶことができます。その3、現場での落とし込みまでが、しっかりプログラムの中にデザインされてます。その4、プロフェッショナル集団としてのコミュニティだったりネットワークっていうのが、できます。でその5、もうざっくり、本当とにかく優しいプログラムになってます。まずその1についてちょっとご説明です。まあ、とにかく講師がいいっていうのは、まあ、僕が単純にネジョーさんのことが好きだっていう話なんですが、もう本当に今プライベートでもよく仲良くさせてもらってまして、僕今東京と浜松、2カ所で拠点として活動しているんですが、その中のその東京の拠点の方で、一緒にこう連携させてもらってます。でネジョーさんは、ここにね僕が簡単にプロフィールをちょっと書かせてもらおうと思うんですが、アメリカの大学に出て、アメリカの大学院を卒業して、向こうの方でしばらく活動されていて日本に帰ってきてるっていう形になります。シンプルに言うと、僕なんかも今ね呼吸とか、いろんな脳神経の話だったりとか、そういうものをすごく勉強はしているんですけども、ネジョーさんっていうのは、そういうものをいち早く、世界でセミナーを受けてそれを日本に運んできてくれた人たちの中の一人です。なのでもともとねアメリカの大学に行こうって高校時代に思ったところがもうまずそもそも変態な人なんですけども、今でもその日本でセミナーを受けるとかではなく、もう世界に出て世界の新しい情報っていうものをいち早く、吸収して日本に持ち帰ってきてくれてそれを広めてくれてる方っていう方になります。でそれこそね有名選手だったりとか、メジャーリーガーの選手だったり、有名な J リーガーの選手だったりとか、そういう選手のクライアントもたくさん持たれてまして、もちろん一般の主婦の方だったり、高齢者の方だったりっていうトレーニングもされてます。でたまにそういうね選手の特番とかがあったりすると、そういう密着取材っていう時に結構テレビとかメディアにも出てる方なので、もしかしたらご覧になったよっていう方もいらっしゃるかもしれません。まあシンプルに、言って化け物だと思ってください。でそしておすすめポイントのその2、常に最新の情報や知識が、技術が学べるということなんですけども、今お話ししたように世界を、渡って、今世界でどういうものがニーズがあって、どういうことが最先端でこうねセミナーとかがあってっていうのをいち早く情報を察知して海外の方に、世界中回ってセミナーを受けて、それを日本に持ち帰ってきてくれて、
それを僕らにこうすごく分かりやすく噛み砕いていつもセミナーをしてくれてます。そういったようにもう本当に世界のまず情報っていうのが分かります。日本だけでなく世界で今どういうことが流行っていて、どういうふうな考え方をされていてっていう、いち早い情報っていうのが学ぶことができます。その3、現場での落とし込みまでデザインされているという点です。で、僕もこれは実際に受講してみて感じたことだったりとか、実際に自分がセミナー講師もしているんで、その辺もね気持ちがすごくよくわかるんですけども、実際に学んだことをどう生かしていいかがわからないっていう声がものすごくたくさんあります。そもそもこのプログラム自体が、すごく少人数でやっているプログラムになりますので、例えば、ね、A さんは、1人に対してこのぐらいの時間しかかけれない、でも B さんはある程度ゆっくり時間がかけれる、そんないろんなケースがあると思います。でそれに対して少人数でやっていることで、その人だったらどう入れたらいいか、この人だったらどういうふうに広げていったらいいか、この人はどういうふうに導入していったらいいかっていうところまで一緒にみんなで考えることができます。そして座学だけではなく実技の時間っていうのもすごく多いので、実際に一緒に実技を練習していく中で、あ、これだったらこういうふうに入れれますね、これだったらこういうふうに入れれるかもしれませんっていうディスカッションもねすごく多いんです、少人数なんで。なんでその辺もねすごくいいなって思ってます。はい。そしてその4、プロ集団の例えばチームだったりコミュニティ、そういうネットワークができる。ですね、これは僕の経験上なんですが、実はね同業者の方からの、紹介ってものすごく実は多いです。ただ、そのためにはその人がどういう考えで治療をしてたりとか、どういう考えでトレーニングをしてたりとか、その人がどういう思いでこういう仕事をしているかっていうものが見えないとやっぱり紹介ってできないです。でそうすることによって結果的に、一番得するっていうのは実はクライアントで、一人の考え方で一人で抱え込んで治療しているよりも、何人かのチームになって、一緒にその人を、作り上げていく、っていう方がよっぽど効率がいいことになるんで、そういうコミュニティができるっていうのはものすごく今後の時代としてはすごくいいものだと思ってます。その後、とにかく優しいプログラム、みんながどうやったら、伸びていけるかっていうのがすごくね考えられたセミナーだなと思います。まずその学ぶ形態としては、事前学習動画っていうのが、YouTube の動画で、その非公開のリンクで送られてきます。でそれに対して、僕らは、それを見て、実際にじゃあ1ヶ月後のそのセミナーのオフラインのセミナーに参加します。実は、あと Facebook の非公開グループっていうのがあります。それは今参加しているメンバーが、非公開のグループになって、その中で、ディスカッションをしていくっていうものなんですけども、その Facebook のグループの中で必ず毎回宿題が出ます。でその宿題っていうのが例えば今回チャプター1、呼吸だったんですけども、呼吸について学んだ、ことについてあなたが現場でどう落とし込んだかっていうのを宿題として出します。でそのレポートに対して、そのグループの中のメンバーが見て、例えばセラピストとしての意見、トレーナーとしての意見、そして疑問に思ったことの質問だったりとか、そういうディスカッションを繰り返していきます。で僕がすごく感じるのは、例えば自分がね一生懸命投稿するのはもちろんなんですけども、相手の投稿を見ることによって、あ、この人ってこういう考え方を持って治療しているんだな、この人ってこういうことを大事に思ってるんだなっていうふうな、そういうものが見えてきます。でそれって結局はお客さんが、初心で来た時とか、何回か見てる人ももちろんなんですけども、このお客さんが何を求めてて、何を大事にしてて、どういうことをね、改善してきたか、していきたいかっていうふうな、人を見る能力っていうのがねすごい養われるんじゃないかなって思ってます。はい。ということで、今もね僕がおすすめする、5つのポイントっていうのをご紹介させてもらったんですけど、もちろんねここでは語れないぐらいまだまだめちゃくちゃあります。なので、その辺については、次回実際の内容どんなことをやっていくのっていうことに踏まえて、説明していきたいと思うんですが、結局長くなってしまったので、今日はこの辺で終わりにしたいと思っております。下にお問い合わせをするためのフォーム、僕じゃなくてそのネジョさんに実際飛んでいく、お問い合わせのアドレスっていうのを、載っけていこうと思いますので、もし何かありましたらそちらに、YouTube を見たなり、そういうふうに、コメントを書いていただいて送っていただけると嬉しいです。なので今はねこんな世の中ですし、こういう時間をしっかり利用して、勉強をして学んで、より良い本物の、セラピストだったりトレーナーに、なってくれる方っていうのが、もっともっとたくさん世の中に増えてくれたらなっていうふうな思いで、このアクティベートプログラムを、ご紹介させてもらってます。
それでは、また次回、もうちょっと詳しく説明していこうと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。